こんにちは、マスローです。今回漆黒のガイストを開けていきたいと思います。このバトレックスのスペシャルアートが有田光弘先生の書かれたやつなので、これむちゃくちゃ欲しいんですよね。もうすでにむちゃくちゃ高騰してるので、もうぜひとも地引きで当てたいなと思います。で、今回は、ちょっとイラストに注目してゆっくり開けていきたいと思います。イラストに注目しながら開けていきたいと思いますので、ちょっとじっくり絵を見ながら、そのイラストレーターさんに注目してちょっと見ていきたいと思います。いや、スペシャルアートが欲しい。有田光弘さんのスペシャルアートが欲しい。本当にもうむちゃくちゃ綺麗ですよね、あの絵。ガマガル小住哲也先生、コビット0313、0313っていうイラストレーターが書かれてますね。メリープ、あ、田中美希先生の書かれてるメリープですね。このすごいシンプルな絵柄が特徴ですよね、田中美希先生。あの初期のヤドンとか、あのポツンといるヤドンとかの絵を描かれてますね。あー、できましたね。コックババトレックス VMAX。 これは5番グラフィックスっていうあのグループで描かれてる絵ですね。キクコ、これは杉森健先生の公式のイラストですね。コダック、これを岡茶家さんっていう人が書かれていて、この何とも言えないこの油絵みたいなタッチですね。なんかちょっとぼやっとしてる感じで、これも素敵な絵柄ですね。ゴース、藤原元文先生。日野矢駒、岡由香先生。ダーテング、福田正和先生。迫力のあるダーティングですね。草取りブログ、ビーチテイステ、マイカ、佐久間佐之助先生。これめちゃくちゃ可愛いですね。マイカが買い物してるんですかね、これ。なんか荷物をいろいろ持ってますね。なんか今ちらっと見えた。魔剣家に、あ、これ有田光弘先生の書かれてる魔剣家にですね。有田光弘先生はこう水彩画タッチの絵が特徴ですよね。丸マインの UR、 もういきなり UR が来てしまった。いや、めっちゃ綺麗だな、丸マイン。これ上田亮先生ですね。ゴースト、これ姫野影丸先生が描かれてるゴーストですね。特徴、昔の姫野影丸先生の絵はあのすごいアニメ調なんですけど、最近の絵はなんかこうパソコン使ってるのかな、ちょっとなんか違いますね、最近の絵柄。おたまろ、中井美奈先生。はい、続いて開けていきます。2枚箱って可能性あるかな。ワーラン、伊藤麻香先生のこの手芸シリーズですね。すごいな、これどうやって置いてるんだろう。
すごいですよね、この手芸シリーズ。伊藤麻香先生。スタジアムを8枚もこう、トラッシュにあるような状況ってあるのかな。モココ。スイ先生。ヤミラミ。ヤマキ。エリ先生。この、なんか鉱山の中を歩いてる、ウキウキのヤミラミ。めちゃくちゃ可愛いですね。ヤミラミはこう宝石を食べる生き物なんですよね。あ、連撃の巻物、天の巻。5番グラフィックス。これ使えそうですよね。あ、ガラルマタドガス。これもなんかこのマタドガスってつくとエネルギーが増えて、ゲコゾロの火力をむちゃくちゃ上げれるらしい。あ、これも田中美希先生が書かれてますね。田中美希先生の書かれてる絵ってすごくシンプルなんですけど、今回はちょっと若干書き込みが多い印象ですね。あ、ポアルン。そうそう先生。この色鉛筆で書かれてるこの紫陽花がめちゃくちゃ綺麗ですね、これ。この色鉛筆調の絵柄って俺すごい好きなんですよね。シママ。これ氷山にポツンといるシママ。これ流されてるのかな。兵庫之助先生。あ、この絵柄、これ根岸重則先生っていう人が描かれてるんですけど、これ確か前のバシャーマの、スペシャルアートもこの方が描かれてますね。これ線がすごく太くて、これ昔の姫野影丸先生を彷彿させる絵柄で、俺すごい好きですね、これ。夕日を浴びてるのかな、これ。すごくいい絵柄ですよね。あ、カラマネロ。あ、これ姫野影丸先生ですね。姫野影丸先生、だいぶ画風が変わったのかな。線がすごく細くなってますね。水もこう、パソコンみたいな、パソコンなのかな。姫野影丸先生ですよね、これ。アニメ調の絵柄が特徴だったんだけど、すごくこう、今回はリアル調な絵柄ですね。カラマネロ。ズミ。これ杉森健先生。公式の絵柄ですね。サロノリ。小玉先生。なんか木をバンバン叩いてる。あ、木をバンバン叩いて、こうなんかニョキニョキと草が生えてくるんですね。お、アブリ。ババユキコ先生。綺麗な絵柄。ああ、この絵柄はこの楠部彩先生のドガースですね。楠部彩先生はこう書き込みがすごく細かくて、拡張シートのキャタピーとかの絵柄がすごい好きなんですよね、僕。このドガースもこう色鉛筆調ですごくいいですね、これ。ハピナス。林ろさき先生。これビンタしてるのかな、これ。マタドガス。これは不正良太先生ですね。ガスは可愛いですね。水江先生という人が書かれてる。レリアン。石尾先生。これも色鉛筆調ですね。背景のこの星空がすごく綺麗ですね。あ、たたっこ。
森井ゆか先生の粘土シリーズですね。もうこれ落ち着きますね。この粘土シリーズがやっぱり、常に一つの段に2つぐらい入ってるんですけど、派手じゃないけど、派手じゃないんだけども、これ立体のポケモンのカードが1個あるだけで、こうなんかだいぶ違いますよね。この森井ゆか先生は、キューラの金銀から出てきたんですよね。キャタピーの粘土細工とかがこう出てて。すごいですよね、これ。実写。いにしえの墓地。加藤、オサルド？おさ、あ、加藤オズワルド。加藤オズワルド先生ですね。蓮龍。水谷めぐみ先生。明かりを灯してますね。星ガリス。オカチェケ。あ、オカチェ、オカ、さっきのオカチェケ先生。コダックと同じ作者ですね。ただ、油絵チックな、こう、ぼやっとした背景に、優しいタッチの絵柄ですね。タネボー。おつまみ先生ですね。おつまみ先生。これはホタルなのかな、これは。幻想的やね。これだ、あ、さっきのオカチェケ先生ですね。あ、ゲンガ。これ、くすべあや先生。くすべ先生、やっぱりこう、色鉛筆調で書き込みがこう細かくて、この下のこの細かい線とかもすごいですね。いいですね。ああ。ゲンガー。ラッキーエネルギー。これは作者いないの？絵漫画。二条、なごみ先生。かわいいね。あ、これ、これストーリーになってるんですよね、確か。この館の男の子が、エモンガをか、パートナーに連れてて、この漆黒のガイストのトップレアのスペシャルアートに、もう館から顔を乗り出してる男の子とエモンガの影がこう見えるんですよね。公式でこうなんかストーリーがあるんですよね。レディバー。これも、色鉛筆調のすごい優しいタッチで。あ、木村直代先生や。木村直代先生。拡張シートのゴローンとか、そういうの書かれてるんですけど。すごい綺麗ですね。ニューラ。エンパイア NC さん。NC 先生。これいいね。この、野菜を切ってあげてるね。この雪の王に。雪の王が喜んでますね。シュパパパって。これは木の実ですね。お盆の実とか。ガマゲロゲ。これは小林パニ先生。これ土の中から出てきてるのかな。コブが起こすバイブレーションがマッサージに良いと老人に大人気のポケモンだ。ここ震えるんだね、これ。老人のマッサージ機になってるの、すごいね。ハイアロー。めちゃくちゃかっこいいな、これ。松野千佳先生。はあ。かっこいいですね。木月住吉先生。ややこまか。ガンマガル。小泉哲也先生。これは砕いてるのかな、岩を。あ、これさっきの前かね。欲張りっす。兵庫の助先生。これ兵庫の助先生はこう何点だろうな。
アニメチックな感じですね。お、シャクヤ。これ、桐崎先生が描かれてますね。このシャクヤのスペシャルアートも桐崎先生が描かれてて、マリーの、シャイニースターじゃないマリーも桐崎先生が描かれてるんですけど、こう、ちょっとツンとした女の子の絵がうまい方ですよね。あと、セーブリーも描かれてましたね。サルノリ。あ、ブリボン。これさっき見ましたね。カプレヒレ。長沢慎先生。迫力ありますね。手がこう、なんだろう。Z の方向に向いてるのかな。カプレヒレ、シャッシャって。連撃をイメージしてるのかな。正義のグローブ。ビーチトイス。トイスって。ビーチテイスって。横から。マイカ。あ、かくれん。これは、押山清隆先生。押山清隆先生。これ、かくれんは何匹いるかわかります？ 1、2、3、4、5、6、7、8。この中で全部で8匹いるんですよね、かくれん。面白いですね。体の色が濃いと元気なんだって。ヘガマゲロゲ。紫の水晶。これはいくつあってもいいみたいね。これはサダジ先生ね。種棒。この花。西田敦子先生。おたまろ。さっき見たね。シママ。ゴルーグ。T ジロ。T ジロ先生。ですね。この森林の中に佇むゴルーグ。カトレア。佐久間園助先生。カトレアは、なんだっけな、ダイパの最後のバトル、クリアゴニの施設の、なんかオーナー的な存在で、最初は子供で、代理の羊が戦うみたいなんですね。エスパー使いみたいなんですけど、最初の時は子供で、その超能力がうまく使えないから羊に戦わせたみたいなんですけど、ダイパの次のブラックホワイトで四天王になるのかな。で、まあ、その、カトレアの屋敷がシロナの別荘みたいに貸し出されてて、そのカトレアとシロナがよく一緒にいる絵柄が多いんですね。ポアルン。伊藤麻子先生の布シリーズ。ナミラミ。エモンガ。コバルン。コバカズマ先生。ゴルダック。これは梅本京子先生。ちょっとアニメ調に近いゴルダックですね。有田光弘先生の魔剣界。シガリス、ニューラ、スパイラルエネルギー、ゼブライカ、ハスノ先生。すごい迫力あるね。ガマガル、ややこま、ゴース、宇和島元文先生。これさっき見たっけ。電流、杉森健先生ね。ポワルン、レディアン。もう大体出たかな。オルダック、マイカ、レディは終わる。マニューラ、アキツ、平先生、野花、
無添加にコダックラーティング演劇のまとめのドガース、このね楠部彩先生のねドガースね、で森ゆか先生の立体シリーズ、エモンガ、あーゼラオラチビ先生って方が書かれてるの、クロスフィスト、これ絶対強いよね、これファイアロー、ニューラ、サルノリ、カクレア、ゴースト、影丸先生のね、喧嘩にこの絵柄好きですね、ラブカス、これすごい透明な水にいるんね、お、メタゴロス V マックス、村山亮太先生かっこいいですね、メタゴロス V マックス、カラマネロ、お、電撃テンタクルが俺ワンチャンこうパーフェクションデッキのミュウをメタれないかなと思ってるんですけど、スパイラルエネルギー、ガラルマトロガス、タマロ、シンカリス、ゴリランダー、うん、アリガヒトシ先生ですね、あ、紫の水晶、これ5枚ぐらいのレアなカードは、エディアン、ロガース、アクレセリア、松野千佳先生、月の光を浴びてる感じですかね、これは、うーん、ゼブライカシマはね、タネボウ、ヒノヤコマ、ラッキーエネルギー、電流、アブリー、メディープ、フォール、おー、セレビ、美しいね、江川明先生、あのズミは XY の四天王で初めて水タイプを使うみたいなんですね、確か。ギャラドスとかリュウマイ使ってくるみたいで、それなりにガチな技使ってくるらしいよね。お、メタグロス、はい、ということで結果はこんな感じになりました。黒馬バトレックスが V が1V が出てないな。こんな感じになるから、結構、やっぱ3、4ボックスぐらい買わないと厳しいんかな。それなりに揃えようと思ったら。で、まぁ、今回、一番好きなイラストだったのは、このケケンカニとポアルンですね。この線、太い線が好きですね。あと、このポアルンのこのアジサイがすごい綺麗ですね。水を浴びてるのかな、水を浴びてて雨を浴びてるのかな、まあという感じで、いやーでもこの有田光弘先生の黒馬バトレックスのスペシャルアートマジ欲しい、これはマジで欲しい本当に、まあ、ちょっとまさかのウルトラも当たったからね、まあ、以上になります。ご視聴ありがとうございました。